はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日も特大のメニュー目の前に見えておりますが、ひとまずね、ちょっとお店の紹介ということで、本日はね、和歌山県に来ておりまして、和歌山のですね、すさみ町にございます、すさみの道の駅の方に来ておりまして、そこにね、入っている総会さんという、食堂があるんですけれども、本日はね、ちょっとそちらのお店に特別にこれお蕎麦をお作りいただきまして、これね、もちろんね、正規であるメニューではないんですが、今回お作りいただいたのが、なんと蕎麦13人前でございますでもうね、お蕎麦も茹でる前で約3キロぐらいあるらしくて、茹でた後のね、総重量はちょっとね、お店も分かりませんとのことで、おおよそ4キロから5キロぐらいの間かなとは思います。今回はね、ちょっとトッピングとか味変のアイテムとかがあるわけではないので、せっかく大きいものを作っていただきましたし、最近は全然やっておりませんので、自主的にチャレンジというか、タイムアタック形式でね、こちらのお蕎麦食べていきたいなと思っております。いや、ちょっとね、久々の、チャレンジ系にはなるので、僕もドキドキしておりますし、総重量がね、ちょっとわかんないんで、完食できるかわかんないんですけれども、早速ね、ちょっと挑戦していこうと思います。ちょっと本日はね、これタイムアタック形式なので、こんな感じでストップウォッチで測らせていただきます。それではスタートと、よいしょ、いただきますいや、これカメラ越しよりもめっちゃ海苔を海苔やば、よいしょ、うまっ。今日1食目のね、ご飯なんで、そばはちょっとさっぱりしててめっちゃいいです。重い、減らない。ちょっとわさび。
増えてる気がするな。そうですね、マラソンですね。マラソンやろ。
はい、ごちそうさまです。うわうわさっぶうわはい、ってことで、タイムこんな感じでございました。いやね、本当に麺類の中でもお蕎麦って結構突出して食べにくい食材で、かつねこのざるそばキンキンにね締めていただいてるので、今ね正直体感で言うと真冬半袖で外出たぐらい寒いんですけどめちゃめちゃ難敵でございました。まあ今回はねこうちょっと特別に大きいものということで、ざるそばでいただいたんですけれども、これねお蕎麦以外にもこちらのお店は、海鮮物とか、もう本当にね、新鮮な和歌山の美味しいご飯がたくさんいただけますので、ぜひね、この和歌山に遊びに来た際には、すさびの方にもね、足を運んで、この美味しい料理食べてみてください。いや、ちょっとね、逆光になっちゃうからカメラで映せないんだけど、本当に、ね、目の前、オーシャンビューでございます。もう海が目の前で、景色いいところでね、ご飯食べれますんで、最高かと思います。いや、ちょっと久々の、チャレンジは、お腹いっぱい、以外の戦いがありました。ごちそうさまでした。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画があったと思ったらチャンネル登録、うわコメント高評価お願いいたします。うわじゃあね、うー寒い。